はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の参考書の一編の力試しの解説でやっていきます。なので、ぜひ参考書の方を見ながらチェックしてみてください。よし、じゃあ早速行きましょう。で、まず1番が、4つ、計算ですね。やっていきます。で、まず1番が、これ、カッコの前に、マイナスがあるので、ここを外していきます、カッコ。で、外すと、ここはね、まず同じなんで、2x2 乗、マイナス 4x。で、マイナスを配るっていうのは、中身の符号を全部変えるのと同じことなので、マイナス 5x2 乗、変わってプラス 3x、変わってマイナス2となります。で、あとは、同じ x2 乗グループを足す、x グループを足す、この子もちゃんと書いてあげるというのをやってあげればいいので、ここ2とマイナス5だから、マイナス 3x2 乗、マイナス4とプラス3なんで、マイナス1だね。ただ、マイナス 1x って書くと×になっちゃうんで、マイナス x。文字の前の1は書いちゃダメだからね。で、マイナス2も忘れずに書いてあげます。で、これで。OK と。これで丸になります。で、次もね、カッコの前に数字があるので、まず配りましょう。で、3をこことここに配ると、6x。こっちがマイナス 3y です。で、これもマイナス5をこことここね、に配ってあげると、マイナス 5x で、後ろがプラス 10y。こうなります。で、ちょっとこっちに書こうかね、答えね。x 同士、6とマイナス5なんで1ですね。でも、文字の前の1が書けないので、x と。で、マイナス3とプラス10なんで、プラス 7y と。これで OK です。で、次ね、見た目が分数なんでちょっとめんどくさく感じるんですが、分母が揃ってないので、まず通分しに行きます。で、2と3を通分すると6だよね。6に通分したいんで、ちょっと長い分数書きますよ。6分の。で、まずこっち側が6にするために3倍しましたよね。2を3倍すると。だから上にも3をかけなきゃいけないので、ちゃんと書くんだったら、3、カッコ、3x マイナス y、もともと載ってるやつね。でも個人的にはもう3かけるって分かってるんで、暗算して、サザンが 9x マイナス 3y って書いた方が楽です。できる限り書かなくていいものは書かなくてもいいんで、ね。時間も短縮できるしさ。で、こっちが注意しなきゃいけなくって、3を6にするために2倍しました。2をかけたんです。ってことは上にも2をかけるんですけど、ここにマイナスがいるんで、マイナス2をかけます。で、ちゃんと書くんだったら、マイナス2、カッコ x マイナス 2y。こうやってやれるんですけど、さっき言ったみたいに、もし暗算をしようと、ね、やろうと思ったら、マイナス2をかけてるんだと思ってやってください。これマイナスを抜いて忘れちゃうことがあるので。あとはここの、書いてもらってね。ここのね、カッコの付け忘れも気をつけましょう。で、あとは、ちょっとこれ行足らなくなるな、きっと。ちょっと上行くよ。6分の、これをね、配っていくと、9x、ちっちゃくてごめんね。マイナス 3y。マイナス2を配るんで、マイナス 2x、プラス、4y となります。で、分子、上に載っているものを x 同士、y 同士を計算してあげればいいから、6分の9とマイナス2なんで、7x。マイナス3とプラス4なんで、プラス1だから、プラス y。となって、これで OK となります。で、問題集の方のね、回答にも書いてありますが、分解して6分の 7x プラス6分の 1y と書いてももちろん OK です。自分はね、こういう風な止め方をしてしまうんですけど、まあどちらでも大丈夫なので好きな方を選んでください。よし、じゃあ次ですね、ごちゃごちゃしている割り算でございますが、まあ分数使った割り算なので長い分数書いて一気に倒しに行きます。で、まずはプラスとマイナスで割り算してるので、答えはマイナスだよね。これまず忘れずに書いておきます。で、ちょっと長めの分数の棒を書いておいて、これ、18分の 5xy2 乗。大事なことは、この横に書いてある文字。これは、上とくっついてます。上と。だから、これ 5xy2 乗が上に乗るので、こうなって下に18を書く。
いいね。で、次は3分の 10xy。割り算の後ろの分数なんで、ひっくり返します。書くとき、ひっくり返す。で、もともと、xy は10とくっついてるんで、ひっくり返してしまうと、下に落ちてきます。xy も一緒に。こうね。ここだけ気をつけてください。で、あとは、バッサリ約分していく。ここ、18と3が1と6。数字が1と2ですかね。で、x が1個と1個で消えます。y が2個と1個なんで、上1個残りますね。で、自分がよくね、生徒にやらせてたのは、ごちゃごちゃするじゃないですか。そしたら、残っているやつに丸つけてください。1はつけなくていいです。1以外で。これだったら、マイナスと6と2。で、ここに y が残ってます。いい？で、それをあと書けばいいので、下、6と2は下にあるでしょ。だから、マイナス12が下に来ます。下にいるからね。で、y は上に残ってるので、12分の y。もしくは、マイナス、まあ、答えはね、こっちか。マイナス12分の 1y。y は横に書いてももちろん関係、OK なので、どちらかで。これで答えで OK となります。いいかな？あ、線書いとこうか。よいしょ。で、次、大問に行きましょう。で、x がマイナス5分の1、y が3分の2の時に、こいつの値を求めなさいと。で、これね、まあ、値を求めなさいなので、x と y のとこに、その数字を入れてもらっても構わないんですけど、まあ、この状態で言えると、もう果てしなくめんどくさくなります。分数いっぱい出てくるからね。だったら、先にこれを計算します。こっちと同じような感じでね。で、計算をすると、これ、マイナス3配るんで、3x プラス 12y になる。で、ちょっとね、省略したいんでこっち書きますよ。8x とマイナス 3x だから、5x です。で、マイナス 3y とプラス 12y なんで、こう簡単にあります。ものすごく。で、ここまで来てから入れた方が楽です。楽だし、計算ミスが減ります。で、あとは代入だね。まず x にマイナス5分の1なんで、5かけるマイナス5分の1です。もちろん暗算しても構わないです。ちゃんと書かなくてもね。で、次が y が3分の2だから、プラス9かける3分の2と。で、ここ約分すると、マイナス1か。で、ここが消えて、3、2が6だから、プラス6。だから、答えは5ですね、と。これで終了となります。なので、まあ、私はとか僕は、いや、最初から入れたいっす。って言うんだったら止めはしないですけど。止めはしないですけど、先に計算してから入れた方が楽だし、計算ミスも減ると思ってますので、ぜひこんな感じでやってみてください。ごめんね。じゃあ次行きましょう。まあ変形、等式変形ですね。変形していくんですけど。まず、これ。形があって、A についてか、これは。で、A について解いていくと。で、ほにゃららについて解いていくっていうのは、この文字だけを左に残したい、左辺に。A イコール、ほにゃらら。ってのがゴールです。ね、いいね。で、分数のまま攻めるとちょっとめんどくさいので、まず分数消しに行きます。自分はね。俺はそうやってやっていく。で、分数を消すためには、2をかければいいので、右辺と左辺、両方に2をかけると、2m。で、こっちは2が消えるんで、降りてきます。A プラス B。で、よく分数の棒から落ちた時に、カッコをつけるっていう話をするんですけど、カッコの前に何も数字がつかないので、今回ちょっとカットで、ね、なくても大丈夫。で、あとは、A が左側に来てほしいので、これね、1個ずつ移行しても構わないんですけど、まとめて移行します、自分は。移行っていうか、入れ替えちゃいます。右辺と左辺。右辺と左辺を丸々入れ替えるんだったら、符号変えなくて OK です。こうやって、マイナスとかしなくていいの。丸々ね。で、あと A イコールにしたいから、あ、プラス B、ちょっと君邪魔だね。ってことで、右に移ってもらう。だから、答えとしては、A イコール、マイナス B プラス 2m。答え逆かな？あ、OK だね。まあ、こっちも 2m マイナス B でももちろん構わないですけど。これで OK。という風になります。で、まあ、答えはあれか、先に、あ、入れ替えてから2ヶ月なんだね。まあ、どっちでも大丈夫です。答え導けるからね。じゃあ次行きましょう。次が H について解きたいと。だから H だけをね、左辺に残したいので、じゃあちょっとここは答えに合わせようか。まず入れ替えます。まあ3でね、かけちゃってもいいんですけど、まず入れ替えて、
3分の 1SH イコール V 丸々入れ替えるから符号を変えなくて OK と。でやっぱ分数が邪魔なのでこれ一撃でできることもできるんですけど、ちょっと段階を置きます。まず3分の1が邪魔だから両辺に3をかける。そうするとこっちは3かけることでここが消えます。でこっちも3かける必要があるので SH イコール 3V になります。でも H しか残したくない、 S が邪魔なのね。で S はどうやったら消えるかっていうと、まあ、S で割る、もしくは S 分の1をかける、どっちも同じことなんですけど、で答えの方が S で割るって書いてるので、じゃあこっちは違う方でいこうか。こうやってね S 分の1をかけるって考えます。こうやってそうすると S が約分で消えるんです。で S 分の1がくっついてるから結局 H イコール S 分の 3V となって、これで終了になります。で今まで、まあ、1年生の動画とかをもしね見てくれてる子がいるんであれば、自分はよくね例えば 2X イコール7みたいな時にこれ割り切れないんですけど、文字にくっついてる数字が分母に来るよってよく話をするんです。だからこれ X イコール2分の7になるんですけど、で今回も結局 SH イコール 3V じゃないですか。 S 邪魔なんですよ。で文字にくっついてるものを消したい時はこれが分母に来るって考えても OK です。別にで今までやったやり方をねちょっと応用で活かすんだったらこれでも OK。 まあみんながねしっくりくる考え方があればいいなと思います。さてごちゃごちゃしておりますが最後ですね。で4番が、底面の半径が R 高さが H の円柱があると。ちょっとだいぶね消極的にちっちゃくなっちゃいましたけど、底面の半径ここかが R で高さが H です。 A がね。でこの円柱の底面の半径を2倍、高さを半分にした時に B の体積は A の体積の何倍か求めなさいという問題です。じゃあまず書きますかね。底面2倍なんでその円の部分が大きくなる、2倍に。でも高さが半分になっちゃうので、フリーハンドでごめんよ、まあ、半分だからこんなよいしょ感じですかね。もうめっちゃフリーハンドで申し訳ないですけど、で大事なことは、まあ、フリーハンドで書いた後にここの底面と高さがいくつになったのってとこが大事です。すごくで底面まず2倍にしてるから2倍ってことは 2R ですよね。2をかけてるから R に。で高さは半分、半分っていうのは2分の1をかけたものなんです。だから H に2分の1をかけて2分の 1H になります。もしくは2分の H ですね。これが高さ半分だからね。でそれぞれの体積求めます。ちょっと文字がいっぱいあってややこしいですけど気にせず突破します。でまず A の方から、これ円柱です。まあ、ほねらら柱っていうものの体積は、底面積かける高さです。底面積かける高さ。で、底面積、今ここ円なので、半径かける半径かける π で求められます。半径 R だよね。だから、半径かける半径かける π。これが底面積。で、高さをかけるからこうなります。ちょっとかぶっちゃったね。あれか。せっかくなんで B の方色変えましょうか。これが 2R でこうだったね。であれをね、まあ、答えと合わせてくっつけようか。これをくっつけると、まあ、全部文字くっつけるだけなんで πr が2つ h πr2 乗 h となります。あんまこれさ見慣れないんで難しく感じるかもしれないですけど、くっつけただけなんであんまりなんかうって思わなくていいからね。で次 B です。底面 2R だから、あ、底面じゃない、半径 2R だから、半径かける半径かける π かける高さが2分の 1h なんで、こうなります。で、そうすると、ここ約分されるんですが、2が残るんですよね。でも R が2つ、π が1個、h が2つは、あ、1つは変わらないので、2だけくっついて 2πr2乗h になります。で、もし、このタイプの問題で、途中式なくて、もう何倍だけ書けばいいっていう状態だったら、ここの数字書けばほぼ OK です。答え2倍だから、今回、これ。でも、途中式を書けって言われたら、B の体積は A の体積の何倍って聞かれてるじゃないですか。
B は A の何倍、その時はこれはこれの何倍って聞かれてるので、これ割るこれをしてください。ちゃんとやるなら。だからこっから入るかな、 2πr2 乗 h 割る πr2 乗 h、 これを計算するんです。そうするとどこからあるかな、あ、今回はないか。これ割るこれなんで、かけるでひっくり返します。どうしようかな、まあ普通に書くか。これが分母に来るのでちゃんと書くとだよ、こうなるから π 消える、 r2 個消える、 h も消えて2しか残んないねっていう、これで終了。だから答えとしては2倍になります。で今回はまあね、一番わかりやすいんで2倍で作ったんですけど、これ4倍とかにするとまた数字が変わってきます、ものがね。だけどこうやって図を書いて計算をしてみる、文字がいっぱいだけどちょっと頑張る、そこは頑張って計算をしてみて、ここに数字が出てくるからちゃんと。で B は A の何倍、途中式書く場合だよ、途中式書く場合は B は A の何倍ですかって聞かれたら B から A を割ってください。いいかな、こんな感じでぜひやってみてください。では今回は中学校2年生の参考書の一編の力試しの解説でやらせていただきました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でまたね他のページも撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。